ナルト海一行は、兵庫県三原郡北甘村出身で、主に1950年代に活躍した大相撲力士である。本名は、竹岡一行。1926年の元日、兵庫県三原郡で農業を営む家庭に生まれた。幼少期から身長が高く、地元で行われた相撲大会によく借り出されて相撲を取らされていたが、 運動神経が抜群に良かったために上昇だった。高等小学校を卒業後は、実刑が兵器を務めている間に、人手不足を補うために農業を手伝っていた。だが、その合間に出場していた、相撲大会でも強みを増したため、見出した、土地相撲の大関からの紹介で春スガベアへ入門し、1942年5月場所において、初土俵を踏んだ。入門後は、 四国みと鉄砲を徹底的に行いながら1947年11月場所で新十両へ昇進、1949年10月場所にて新入幕を果たした。引退まで一度も三役に昇進することはなかったが、軽量ながら長く活躍し、鏡里清二が苦手にしていたことで知られる。1956年9月場所では鏡里が14勝1敗で、 幕内最高優勝を果たしたが、この場所で彼が喫した唯一の黒星が、鳴門海からのものであった。1961年1月場所限りで引退後は、年寄り、竹縄を襲名、春日野部屋の部屋付き年寄りとして九代春日野を補佐して、後進の指導に当たった。1970年から1990年まで、相撲教習所の教官として、 新弟子の指導に力を尽くしたほか、九州場所担当部長などを務めた。1990年12月31日をもって、日本相撲協会を定年退職。その後、慶応義塾大学の相撲部師範を務めるとともに、1993年1月には、文部省からスポーツ振興に功績があった人に贈られる、スポーツ功労者文部大臣表彰を受賞した。 2010年6月19日、心不全により死去。去年84。半年以上が過ぎた2011年1月13日に、その死が公表された。無類の稽古熱心で、土地西木清高や大江戸雄二に可愛がられてよく、稽古をつけられた。特に集中力を高めるように四股踏みと鉄砲を徹底的に行い、焼酎にタコができるほどだった。 十枚目の頃までは普通の体勢で仕切っていたが、しばらくしてから腰をしっかりやって両手ですねをすりながら、手を下ろし、同時に両足の親指を折り曲げてじりじりと寄る、独特の仕切りに変わり、狛犬型と呼ばれて、人気を博した。また右四つから左手で前、回しを取る相撲を得意として、師匠の八代春日のからは、前さばきだけだったら、土地二式より上手いと称された。 ありがとうございます。